はい、こんばんは。 KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方、おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、聞いてください。皆さん聞いてください。やりましたよ、僕ね。僕がやったわけじゃないんですけども、ちょっと前にハローワークのお姉さんに電話したらキレられたみたいなね、タイトルの動画を出したと思うんですけども、はい、その時の動画で、離職区分がちょっと自己都合になっちゃってて、このままだと失業手当もらえませんっていう段階ですっていうね、そういう話をしたんですけども、あの電話の後ですね、なんとハローワークさんから電話がかかってきまして、丸々さん、健太店長さんの申し立て書が、その離職区分変更してくださいっていう申し立て書が、通りましたよと。離職区分 2D から 2C に無事変わりましたよ。というわけで、失業手当もらえることになりました。よいしょ！ね。やりました！というわけで、首の皮1枚つながりました。はい。ね。3ヶ月分は、90日分か、は、失業手当がとりあえず出るので、はい。なんとかね、首の皮1枚つながりました。いやー、髪っているんですね。はい。ね。言うてね、90日分でいくらもらえるんだろう。まあ、40万前後ぐらいかな。大体多分。40万ぐらいもらえるか。さすがに。なんで、とりあえず、生きてはいけるかな。はい。ということで。ね。で、その期間中、他の仕事が見つかれば、決まれば、その再就職手当っていうのも、幾分かもらえますんで、とりあえず良かったなと。はい。本当にね、今年一番嬉しかったですね。はい。今年始まって間もないんですけど。ハードルが低いんですよ。だから嬉しいことのね。そうそうそう。だから今年一番嬉しかったっすわ。本当に。はい。とりあえず、皆さんご心配おかけしました。なんとか首の皮一枚繋がりました。ね。応募してた求人は全部全滅でしたんで、はい、はい、よかったです。正直ね、この失業手当もらえるからといって、早々にね、やっぱり仕事が見つかればいいなっていうのが、本当は一番ですよ。で、正直、安定した仕事をやっぱつきたいですね。こういうふうに、どうしよう、失業手当もらえなかったら、これすぐ仕事見つけなかったら、これ家賃やばいな、これ食費やばいな、生活費やばいなって、やっぱ窮地に追い込まれると、やっぱね、社員だった時とかはそんなこと一切ないから、正直毎月のクレジットの支払いぐらいじゃないですか、頭を抱えるのって。生活費で困るってこと、社員の時ってないし。だそういうのを思い出すと、やっぱりね、安定した仕事つきてえなーってね、思っちゃうっすね。で、実際やっぱね、結構自分が探した求人も、ボディービルドの両立よりか、これ安定してる仕事の方で求人探しちゃってて。何せ僕結婚しちゃいましたから。そう、俺の夢言ってらんねえなっていうのもちょっとあって、と思って、ちょっと家から遠いところを探したりとかね、お金がいい。そういうふうにやっちゃったんだけど、でもやっぱりね、正直夢追っかけるために仕事辞めてるし、で、もう、この不安定な生活、もう2年目ですよね。社員辞めて、このなんかすげえ不安定な生活を2年して、で嫁さんもね、一緒に支えてくれて、一緒に不安定な毎日をね、過ごしてくれて、でリスナーさんもいっぱいみんな応援してくれて、お前何安定しようとしてんだよってね、自分にもう昨日ね怒っちゃいましたよ俺。こらって。
お前何一人で安定しようとしてんねんっていう、お前自分で夢をかけるために安定の道捨てたんだろうって、ちょっと窮地に追い込まれたぐらいでお前何安定しようとしちゃってんのって、ボディビル打ち込めよって神が言うんすよ。神が、はい、僕の中の神がね、この失業手当お前ギリギリでお前出るって決まったのも、これお前神がボディビルに打ち込みなさいって言ってんだよって、僕の中の悪い神が言うんですよ。そう、はい、だからね、まあちょっとまあ失業手当出る3ヶ月、うん、しっかりね仕事探してる場合じゃねえなっていやどうなんだって思うけど、正直揺れてるんですけど自分の中でも、もう失業手当もらえるからね安心しないで、もうすぐしっかり安定した仕事を探すべきか、うん、いやそれともまだ 2,3 ヶ月またボディービルにフルで打ち込む時間もらったとね、いただいたと思って夢のためにねもうフルで24時間ボディービルに打ち込むべきか、うん、揺れてるんですけど、一旦ちょっとこのボディービルに打ち込む方をちょっとね僕選択させていただきたいと思います。ピッね、はあ、まあ 1,2 ヶ月は猶予あるよね。その後の1ヶ月でさすがに仕事見つかるっしょっていう、まあ楽天的な考えなんですけど、そうね、せっかくなんかね、まあ夢のためにやめて自分で選んだ道だし、まあ最悪ね、いつかもしその自分でなんか自分の体でなんかその人の注目を集められるようになったら金なんて返ってくるっしょっていう、それまで下積み期間だから、ギリギリの生活で頑張ろうよって、嫁さんごめんなーっていう、とはいえちゃんとあの貯金がいくらかありますんで、嫁さんごめんなーと言いつつちゃんと外ご飯連れてってあげたいとか、必要なもんは買ってあげたいとかはちゃんとできますんで、そんなにそこまで嫁さん追い込んでないですけど、はい。ただまあ節約とかはね、やっぱり協力してくれてるんで、本当にもう頭が上がんないし、はい。でまあこの生活をね、嫁さんにももう2年も強いてますし、これ俺成功しなきゃ嘘っしょっていう、もうダメっしょっていうね。こういうところからみんなあれだな。多分禁止物質とかに多分手出し始めんだろうな。焦って。やべえ成功しないと、こんなに頑張ってきたのに、こんなに頑張ってきたのに全部無駄になる、成功しないと、でもこのままじゃダメかもしれないっす、あーってきっと禁止物質、ステロイドとかホルモン剤に手出すんでしょうね。俺はやんねえ、うん、俺はやんねえそんなの成功じゃないからっていう、そういうの使うぐらいだったら世界目指さなきゃダメだよね。なんかね、そう思いますよ。てかよくなんかね、まあ、俺ほら結構乳首がとんがってますんで、生まれつきね、まあ俺が 5,6 年前のね時の動画で残ってるじゃないですか、上裸でガリガリの時の、はあ、その時からもう乳首とんがってんだろって言いたいんだけども、なんか俺の乳首の形からこいつステロイドユーザーだよとか言って、使ってねえとか言ってこいつユーザーだぜみたいなコメントがちょいちょい来るんですよね。はい、本当に言わせてほしいんだけど、俺もし使うとしたらね、ステロイド使ったりホルモン剤使ったら俺よっぽど動画で公言した方が美味しいから、うん、ね、まあ、そもそもこんな中途半端な体で使ってたら本当ボケだよ、ボケね、でもう一歩さらに踏み込んで言わせてもらえば、俺使ってたら絶対動画で喋るから、そっちの方がよっぽど華麗になるからね。はい、だから本当に乳首の形だけでこいつユーザーだとか言ってるやつってマジで本当頭悪いと思うよ。本当俺がガリガリの時からこの形だからっていう、ていうかもう毎回言うけど、俺中学生とか小学生の時からもう体育の時間とかいつも、なんでお前どうしたの感じてんのってよく言われてたからね、着替えの時こういう形なんじゃいっつって、うん、まあそんなのどうやっていいんだけどね、とにかく、まあ、首の皮一枚繋がったんで、このままちょっと貧乏生活つなげながら、もうまたフルスロットルでちょっとボディービルに打ち込みます。ただ心臓はいたわるけどね、はい、まあ、こんな時期にね、まあ筋トレ仲間の杉さん、ライジングサンさんともねしっかりつながってられてるし、でこんな時期にね
すごいタイミングで、まあ、T フレックスさんっていうね、僕の理想のなんか、なんていうんですかね、俺が手に入れたいものをもうほとんど手に入れてる、まあ、人に出会ったし、これもなんか運命なんじゃないかなって、勝手に。人が運命って言葉使うときって大抵都合のいい風に解釈、そう、自分が都合のいい風に解釈したいときに運命って言葉使うよね。でもまあなんかそういう縁なんじゃないかなと思って、はい、ほんと T フレックスさんってもうそうなんで持ってるんですよ。まあ、まず俺はアメリカかぶれなんでね、アメリカでの生活とか海外での生活もめちゃめちゃ憧れてるんですけども、フレックスさんそれ全て手に入れてたし、で自宅のガレージジムですよね、最高のガレージジム持ってるし、で俺は見てないけどね、綺麗な嫁さんにね、でナチュラルビルダーとしてもう本当に手に入れられる筋肉の本当もう頂点の方にいる人ですよ。で海外の大会でも入賞してますし、なんかもう持ってるもん全部持ってんだこの人っていう、でそんな人にね、まあ、YouTube 通して本当に出会えて、なんかすげえタイミングだなと思って、だからまあでこのタイミングよくまた失業手当が出たことも、もう少しお前もう少し頑張って打ち込めよっていう、お前また安定の道お前に逃げるなよと、別に安定してる人たちはみんな逃げてるって言ってるわけじゃないですよ、俺は勝手に安定じゃなくて非安定なんていうんですか、不安定の方に飛び込んどいて、うわちょっと窮地に追い込まれたかってまた安定の方にって、これ逃げじゃないですか僕からしたらね、安定の道にお前安易に逃げんなよっていう、これ神からの啓示かなと思ってね、俺はあんまり神とか信じないけど、都合のいい時だけまた神とか言うんだよ俺は、ほんと運命とか神とか俺が言った時って大抵自分の都合のいい方に考えようとしてる時だからはい、まあでもいいよねそれぐらいでも、はい、というわけで、もうしばらく僕はボディービルに打ち込まさせていただきます。まあ 2,3 ヶ月でそんな体は変わりませんけども、だけど確かの 2,3 ヶ月にきっとなると思うし、ギリギリまで打ち込んで、まあ切羽詰まったらちゃんと仕事探しますっていう、はい、イエイね、今年は目指せ2回カリフォルニアに渡航したいんで、しっかりそのお金も貯めないといけないんでね、頑張りたいと思います。というわけで KTC 放送局のケンタテントでした。頑張ります。じゃあ最後に一応僕最近の得意なモノマネのレパートリー1個増えたんで、それだけやらせてくださいね。僕の動画ほとんど最後まで見る人いないんで、最後のまで見てくれた人へのこれはもう恩返しということで、3代目 JSOUL BROTHERS か EXILE かちょっとその辺分かりませんけど、ガンちゃんって人いますよね、ガンちゃんね、ガンちゃんって人のモノマネやります。はい、ミルクー、さよなら。